知る見るいわき。いわき市のタイムリーな情報を伝える知る見るいわき。今回のテーマは防災キャンプで楽しく身につくもしもの備え。9月は防災月間です。災害時、まずは自分の身は自分で守ることが一番重要。そのためにも事前の備えをしっかりすることが必要です。先月17日、いわき海浜自然の家で楽しく学べる避難生活体験プログラム、レッドベアいわき防災キャンプが開かれました。この防災サマーキャンプは東日本大震災の教訓を踏まえ、ゲームで楽しく防災について学びながら災害時に役立つ技を覚えたり、みんなで協力することの大切さを学ぶことができるような工夫がされています。実際に体験することで他の人を思いやる心や考えて行動する力を育むことができる貴重な機会になっていると思います。この日の防災サマーキャンプにはいわき市内の小学4年生から6年生の児童45人が参加しました。まず子どもたちは応急手当について学びました。雑誌や新聞紙、ネクタイ、そしてビニール袋を使って骨折の手当の方法を身につけました。続いては電気やガスなどが停止した状況を想定してカレーライス作りが行われました。子どもたちは真剣に取り組んでいましたよ。防災のことはよく分かって楽しかったです。怪我人とかの担架で運ぶ方法とか、起きた時にどういう対応すればいいのかとかを学びました。ちょっと難しかったけど、みんなでやれて楽しかったです。自分のところに食料を準備したりだとか、身を守るものを事前にどっかに置いておくことが大切だと思います。先月31日、いわき市文化センターで防災士認証状交付式とフォローアップ研修が行われました。防災士とは地域の防災リーダーとして活躍し、防災訓練の企画運営や災害時には住民の避難誘導などを行います。災害とはこういろいろなパターンがあります。大雨であったり地震であったり、災害の状況に応じて避難をしなくてはならないと思うんですけども、当然避難所などを事前に確認しておく、避難所に行くことを考えれば避難経路も考えておかなくてはいけない、そして非常持ち出し品であったり備蓄品であったりの準備も必要なんですけども、家族の安否確認なんかも心配されるところですので、そういう連絡方法も事前に考えておくっていうのが必要になるかと思います。研修ではいわき市内の地図を囲みながら、参加者が災害時に想定される危険などを地図上に書き込んでいく災害図上訓練が行われました。今回この防災士ということで、その地域の中のリーダーっていうものを目指してですね、いろんな災害を防ぐためにはどうしたらいいかというようなことを地域住民の皆さんと一緒に考えていきたいなと思っております。災害を想定した訓練に参加することで緊急時に素早い対応をすることができます。皆さんも日頃から災害への備えをしっかりしましょう。